フライパンを滑り込ます幅も長さも角度もね。どういう時に便利かっていうと移動なんですよね。かっこいいですね結構。あとこれでまあまあ安いんで。すいません、はい、プロが使っててお家でもこれあると便利だよみたいな調理器具なんかありますか？ああ、ターナーってなかなかみんな持ってないですよね。ターナー、こういうのなんですけど、要は移動なんですよね。料理ってね、食材をねこう移動する時ってあるじゃないですか。どうしてもね、その時にねこれがあるとめちゃくちゃ便利なんですよ。なるほど。16年ね飲食店やっててこれだっていうのにたどり着いたんで詳しく説明します。お願いします。これなんですけど、はいはい、めっちゃありますね。なんか変わるんですかねこれ。いやこれがね全然違ってね、まずねこの角度ですね、うん、どうしても、ね、食材を移動さすためには、まあ、フライパンにこう滑り込ますってことが大事になってくるんで、この角度が重要なんですよ。なるほど。あとこの長さですね。長さね、ここ短いとね移動さす食材の選択肢が狭まってくるんで、これぐらいね長さがある方が便利です。でたどり着いたターナーがこれですね。幅も長さも角度もね僕の中でベストな形なんですよ。はっきり言ってね僕今これしか使ってないんですけど、こんだけあんのにただね値段が高いんで、うん、プロの方はいいかもしれないですけど、お家で使うのはちょっと高すぎるかなと。で、あのもう一本これなんですけど、はいはい、結構使ってる方多いと思うんですよ。かっこいいしね、結構とってもね引っかかるし、ただねこれ角度がねちょっとね浅いんですよね。肝心なフライパン滑り込ますときにやりにくいんですよね、うん、あとこの長さですね、ここもねちょっと短いんで食材がね限られてくるかなと思いますね。なるほど。で最後これなんですけど、僕の気に入ってるやつよりかは短いんですけど、うん、角度とか幅はね同じなんで、うん、あとこれでまあまあ安いんでお求めやすいと。そう、これはお家で使うにはかなりいいかなと思います。なるほど。 IKEA さんにもねこれと同じようなやつがねあるって聞いたことがあるんで、ただ僕使ったことないんで硬さとかは分かんないですけど、それでもいいかもしれないです。